こんにちは、はい、豊さん緊急です、はい、入ってきました。巨人へトレード電撃移籍、近藤大輔投手、はい、金銭で移籍です。いたな、いました。常時150キロ超の救援右腕、また新しく認めていただけるように頑張りますと、うん、もう、ま、突然のことで驚いた。手術明けなんでしょ。あ、トミー・ジョン、そうです ね、はい、2000年にトミー・ジョン手術を受けて、うん、育成契約から再び支配下登録を勝ち取った苦労人ということなんですけれども、うん、まあちょっとね、まあ、巨人がそうだな、はい、まあ、オリックスのあのメンバーにさ、よっぽど力がないとやっぱ入っていけないし、はい、だからそういう意味ではね、金銭で、うん、トレードしなかったんだね、金銭なんだね。その代わりの選手が成立しなくて、じゃあ金銭でってことになったんですかね。いや、成立しなかったら多分やらないと思うけど、ただまあ近藤のためを思ってオリックスが、はい、まあ、そういう風な話があるんだったら、うん、まあ行っておいでっていうことだよね。だからなかなかやっぱこうオリックスの中でチャンスをもらえるっていうのはよっぽど安定していないとさ、はい、で山岡が中に入っちゃったでしょ、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ一つ枠が減るしさ、はい、で宇田川、山崎総一郎、はい、平野、阿部とかいるとさ、はい、まあ、比嘉もいるし、ね、はい、そらそうなかなか入れないよ。あの小木田さん、それがさ盤石かっていうとさ、はい、いやいや盤石じゃなくてももう控えてるっていうことになると、やっぱ近藤の出番っていうのが、うん、なかなか考えにくくなったんだろうね。そういうことなんですね、うん、まあ、今さ、はい、あの球団もあったかくてね、使えるんだけど、はい、うちのチームでは余っちゃってるっていうふうに考えると、うん、やっぱ他の球団に行って頑張りなさいと、キャリアを積みなさいっていうような、うん、温かい感じのなんかこうトレードっていうか、うん、まあ、金銭トレードっていうような気はするよね。だからボールにまだまだ力あるしさ。そうですよね、うんうん、まあ、例えば今年鈴木が行ったけども、はい、鈴木よりは力はまだあると思う。あ、そうなんですね、うんうん、じゃあもう即実戦で中に入ってもらって、まあそうだね、うん、だからあのどちらかというと器用なタイプのように見受けられるんだよ、はい、まあ鈴木には申し訳ないけど、うん、鈴木と比較すると近藤の方がちょっと器用さはなんか持ち合わせてるかなというような感じはするんだよね、はい、うん、で鈴木はなんかこう王道行ってるというかさ、はい、それがハマらなかったら打たれちゃうみたいな、うん、だからなんとか近藤はかわせるっていうようなさ、はい、そんな器用さも持ち合わせてるような気はするんだよね、うん、もう早速あのファンの方からもコメントがやっぱあのそのコメント欄にすごくてですね、やっぱりいい時は本当に惚れ惚れするほど綺麗な弾丸みたいなストレートを投げる投手っていうことだったりとか、そのぐらいこうオリックスファンもいい時のやっぱ近藤投手のピッチングを新天地で見たいっていう、何かって言ったら近藤だったからさ、うん、だから今年小木田っていうのがね、はい、出てきてピシャッと押されたりなんとかするけども、うん、まあ、そういう感じで投げてたからね、はい、うん、だからキャリアはちゃんとあるし、うん、で鈴木はシーズン途中で来たからチームに馴染む、自分の力を出せるっていう期間っていうのは短かったと思うんだよ、はい、やっぱねシーズン中のトレードっていうのはなかなかねもう動いてるからチームが、うん、なかなかこう入っていけ行きにくいというか、はい、もうしっかりしたものを抑えないと、なんかチームの一員として認められないんじゃないかとかさ、うん、なんか変なプレッシャーがあるけども、はい、まあ来シーズン春からね一緒にできるっていうことは馴染みやすいし、うん、力を出しやすいっていうようなことだと思う。そうです、ね、うん、だからああ今度確かにいたなって、うん、あそこポンポン出てくるからさもう本当どんどん忘れていくというかさ、置き去りにされるというか、うん、だからそのぐらい層が厚いチームだからね。そうですよね、うん、だからこれはいいトレードだし、うん、あのなんかこう8回もうジャイアンツって言ったら8回っていう頭があるんだけど8回はなんか埋めてくれそうな、うん、でも8回じゃなくてもなんか8回にうまくつないでくれそうな、うん、そういう活躍ができるような気がするよね、はい、おー、うん、まあ、ただ巨人は、まあ、ほんとつい先日に高橋礼投手と泉投手を取って、はい、でここで近藤大輔投手を取って3投手をもうこの近日中に取ってきたっていう、いや魅力あるのは、うん、3人ともそれぞれ特徴があって、はい、
やっぱボールに力があるわ、うん、いや本当に。だから泉だってその近藤だって150キロ以上は絶対投げるからね、はい、そうなってくるとそうそう打てないよ。そうですね、それは簡単ではないよ、うん、で高橋礼っていう変則でしょ、はい、で新之助が打席に立って、うん、めちゃくちゃ速く感じたっていう、それを復活させられるかどうかっていうのにかかってるし、はい、だからこの3枚取れたっていうのは、この中で1枚変則だっていうのはすごい大きな力になると思う、ジャイアンツは。そうですよね、うん、安倍晋監督がこの3投手をどういうふうに使っていく、まあ、でも若手も育ってきてた中で今シーズン、うん、まあ、競争だとは思うんですけれども、うん、どういうふうにしていこうっていうふうに、プラスまた巨人はどこかから投手とトレードがあるのかっていうのも気になるんですけど。3枚取ったらいいだろう、もう。もういいですか。そんなにお前他の球団も出せないよピッチャーって。それオリックスだから出してくれたけど、はい、まあ、あとは西武から取ってくれるかもなんだよピッチャーは。あ、いますもんね。いる。あそこもまあ王国になっちゃってるから。そうですよね、東証王国になっちゃってるから。そうですね、うん、だから取ってこれそうな気はするけども、うん、やっぱ今度取るときはやっぱりある程度の球出さないと。ああ、巨人側がそうです。巨人側が出さないと、そんなにお前金銭トレード金銭トレードそんな簡単に取れないよ。今度なんてよく本当出してくれたと思うよね、オリックス側が。いや本当にそうですよね、うん、福良はね頭下げたのかなあれ GM 同士の話し合いなんですか、監督。まあ GM 同士とか編成とかね。あ、まあ中には監督同士の話っていうのもあるけども、はい、まあ、だけど、いや今度取れたっていうのはやっぱでかいと思う、まあ、どれだけ、ね、投げれるかどうかっていうのはまだ分かんないけども、はい、まあ、盤石であれば本当にピシャッといけるだけの能力が高い、うん、楽しみ。だもう9回は大勢投手っていう感じでいくんですかね。いやこれもね、今年の感じからするとまだ分からないよね。あ、だからこれはやっぱり新之助がどう、安倍監督がどう考えるか、うん、だとは思うけどもね、はい、うん、ってなるとじゃあ7、8、9とか、まあ、オスナ取ってくるかも。オスナ分からない。そうですよね。いや分からないんだよ。そうか。いやだけどもうとにかく人はたくさんいる方がやっぱ競争意識も上がるだろうし、はい、そこからのピックアップしていけば相当な後ろは充実してくると思うよ。そうですね、うん、いやでもちょっと今後ね、巨人のすごい活発な動きがここまでは目立ってますね。いやいいんじゃないの、うん、まあ、新しい血を入れるというね、はい、作業は俺は決して悪いことではないし、はい、やっぱ刺激になるし、うん、で、まあ、鈴木もそうだし、うん、近藤もやっぱ東証王国から来てるじゃない、はい、まあ、誰とは言わないけど、はい、あるキャッチャーに聞いたんだよ、はい、ね、まあ、移籍したね。何と何が違うかって言ったら、オリックスのピッチャーは苦しい時に頑張るって言うんだよ。ピンチの時ですか。ピンチの時に、あ、だいたい分かったな誰が言ったかいや本当にね頑張れるって言うんだよ。へー、開き直らないって、うん、なんとか抑えないとその場から落ちちゃうから、打たれることよりも自分の地位が落ちちゃうから競争激しい、激しいんだよ。だからやっぱすごい粘ってくるっつってたよ、受けてて。そうなんです。あ、大したもんだなっていうのは思うって。いやだからこそこう、ね、やっぱり新天地でそういうピンチで力を発揮してくれるっていうピッチャーがオリックスっていうのは、いやだから質が高いんだよやっぱり。そういう投げてるボールっていうことも確かにあるかもわからないけども、はい、気持ちが粘れるんだって、うん、絶対ここで抑えなきゃいけないとか、はい、絶対開き直れないって、うん、いやもうよく言うじゃん、開き直ってここ真ん中しかないですねって、はい、そういうことしないんだって、うん、絶対コース狙ってくるんだって、うん、ああ大したもんだなっていうのは言ってたよ。あ、そうなんですね、うん、だからそれだけやっぱ質の高いというかレベルの高いところで育ってるピッチャーっていうのは、うん、やっぱ使えるよ。そうですね、うん、まあ、巨人はね、今オフ、まあ、鍵谷投手も出しましたし、はい、三上投手もまあ、出しましたし、やっぱりこうピッチャーが新たにっていうところでここに来て3投手補強というところ、ね、いいな。でもこの3投手補強っていうのはすごいいいことだと思うし、うん、なんかまだまだ本当に使える投手だなっていうふうに思ってたから、うん、はい、だからいいトレード、
いい金銭トレードはできたよね、巨人はね。そうですね、まだまだ動くかもわからないけども、はい、なあ、動向から目が離せない。本当です、今まさに入ってきたのね。動向開かないんですよ。動向開かずに動向見守っていきましょう。見守らないといけないんだよ。そうですよね。なあ、でもまあね、どこまで安倍監督がやるのか、はい、まあ、楽しみだけどね。そうですね、はいはい、まあね、まだまだちょっと活発に動いていきそうなので、はい、まあ、このチャンネル本当に動向を見守って、まあ、ただもう真剣にジャイアンツは来季絶対巻き返してやろうっていうような、うん、なんか意思の表れが伝わってくるよね。本当そうですね。そうね、はい、ちょっとね、来シーズン楽しみですけど。いや楽しみだよ、ピッチャーが、はい、はい。